首都高速神奈川2号三沢線は神奈川県横浜市の西区の近郊ジャンクションから神奈川区の三沢へ至る首都高速道路の路線である。三沢で第三京浜道路横浜新道に接続する。路線名は横浜市道高速1号線。京都三沢本線料金所は神奈川県横浜市神奈川区にある新山下羽田方面に設置されている。 本線料金所である。かつては渋滞が多かったが ETC 普及に伴い緩和された。料金所24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成上り線側から見た近郊ジャンクション。奥方向が三沢線、左右方向が横羽線。突起のないものは銀座、羽田方面からの下り線のものであり、車音壁等で見えないものも含む。 近郊 JCT で降下となっている横羽線から分岐する。上層が下り線三沢方面、下層が上り線銀座、羽田方面の2層の降下のまま、横浜駅のすぐ品川よりの京急本線、東海道本線をまたぎ、トンネル内の東急東横線と交差する。またぐあたりより、片平川の支流の原玉川の上を蓋をするように、走ることになる。 鉄道をまたぐと、京一の新山下、横浜公園方面の車線と合流する。横浜駅、西口出口への出自分岐後に、トンネル内の横浜市営地下鉄ブルーラインと交差する。原玉川は、横浜駅西口で入口への入り出路と、並行するように高速化を離れるが、三沢 JCT までは、片平川分水路の近くを走ることとなる。 横浜市主要地方道83号、青木浅間線をまたぐと、南軽井沢トンネルに入る。南軽井沢トンネルを出ると、三沢出口への出地を分岐高出路と並行して、三沢トンネルに入る。この付近より上下線の位置が反対方向と比較して多少左側にずれてくる。上り線の三沢本線料金所は、 この三沢トンネルの出口に位置し、上り線の三沢入り口はトンネルの手前で合流する。三沢トンネルの出口からは上下線がほぼ横に並ぶ形となり、横浜行田線をまたぐ箇所で直進となる第三景品方面と横浜振動方面が分岐する。ありがとうございます。